日本にはかつてオオカミの亜種とされる日本狼オオカミが生息していました農作物を荒らすイノシシやシカを狩るオオカミは敬われ古来より信仰の対象となっており日本語のオオカミは大いなる神を意味するオオカミに由来するとされています 日本狼は20世紀初頭に絶滅してしまったため、その起源や進化史についてはよくわかっていませんでした。このほど発表された日本狼に関する新たな研究成果では、日本列島にはこれまで知られていない古い系統の巨大な狼が生息していたことや、日本狼が成立した経緯などが明らかになりました。今回は狼の進化と オオカミの起源について解説していきますユーラシアと北アメリカに生息するオオカミは灰色オオカミあるいは大陸オオカミとも呼ばれ食肉目イヌア目イヌ科イヌ族に分類され学名のカニスルプスは犬狼オオカミを意味しますイヌ族にはオオカミの足とされる犬やコヨーテ ユーラシアの金色ジャッカルなどが含まれ、リカオンやアフリカのセグロジャッカルなどを含めた狼に近縁なグループは狼オオイヌ科動物とも呼ばれます。行神星から死神星にかけて北アメリカとユーラシアの森林には多様な樹状性の肉食獣が生息していました。その一つ、ミアキスは食肉目の祖先に近縁な動物と考えられています。 東道長30センチ。ミヤキスは動物の母を意味します。このミヤキスのような動物から食肉目の種が現れたと考えられています。4200万年前頃、食肉目の種から森林などの閉鎖的な環境で待ち伏せ型の狩りを行う猫ア目の種と草原などの開放的な環境で追跡型の狩りを行う 犬ア目の種が分岐しました。4000万年前頃、北アメリカに現れたヘスペロキオンは、最古の犬科の動物とされています。東道町40センチ。ヘスペロキオンは、西方の犬を意味します。原生の蛇行猫に似た姿で、雑食性だったと推測されています。 3400万年前頃、ヘスペロキオンの仲間から進化したレプトキオンが現れました。全長90センチ、体重2キロ。レプトキオンは細い犬を意味します。この小さな動物の仲間から、オオカミやキツネ、タヌキ、カニクイ犬の系統が分岐していったと考えられています。1000万年前頃、 最古の狼用犬か動物、エウキオンが現れました。エウキオンは原始の犬を意味します。体重15キロ。原生のコヨーテに似た姿でした。エウキオンは犬族に進化したと推測されており、600万年前頃から500万年前頃、北アメリカからユーラシアに進出し、アフリカへも生息域を広げました。 氷河時代の表記には氷床が発達したため海水面が低下し北アメリカ大陸とユーラシア大陸はベーリンジアと呼ばれる陸橋によって陸続きとなり北アメリカ大陸からはラクダや馬などが移動しユーラシア大陸からはゴンホテリウムやマカイロドゥスなどが移動しました犬族は北アメリカで進化したと考えられていましたが 北アメリカの絶滅したダイアウルフの DNA を解析した2021年の研究ではダイアウルフ系統は現生の狼用犬か動物の祖先系統から570万年前頃に分岐した犬族とは遠縁な新大陸の系統であると推定され犬族が旧世界の狼用犬か動物から進化した可能性が示唆されています ダイアウルフ系統と分岐したオオカミ用イヌ科動物からはリカオンやイヌ族の金色ジャッカル、コヨーテ、オオカミなどが進化しコヨーテやオオカミは全北区全域で支配的な捕食者となりました。これまでに発見されている最古のオオカミの化石はアラスカで出土した81万年前頃のものとされそれ以外にも カナダの有根巡州から出土したものはさらに古い可能性があり、初期の狼がベーリンジアで進化した可能性が示唆されています。原生のインド狼や中国狼は20万年前頃に分岐した古い系統とされ、それ以外の原生狼や更新性狼は10万年前頃に分岐した系統と推定されています。これまでに知られている 最古の高神性狼は、カナダの有根順州の永久凍土から発見された5万7千年前頃の遺骸です。高神性狼は、原生狼の大型個体ほどの大きさであり、より頑丈な頭骨と強い顎や歯を持ち、光合力は原生狼を上回っていたと考えられています。 ユーラシア北部やベーリンジアなどに生息し、ジャコウシや馬バイソンなどの大型草食獣を捕食していました。日本列島にはかつてエゾオオカミとニホンオオカミという2種類のオオカミの亜種が生息していました。北海道やカラフトに生息していたエゾオオカミは、健康70センチから80センチ。 東道長120センチから129センチほどの大きさでした。学名はカニスルプスハッタイハッタイは日本狼とエゾ狼オオを別種として位置づけたとされる動物学者八田三郎に由来します。エゾ狼オオは群れを形成し、主にエゾ鹿を獲物としていました。近年の研究からエゾ狼オオは アラスカやカナダに現在も生息しているオオカミと極めて近縁であることが分かり1万年前頃大陸と陸続きとなっていたカラフトから北海道に到達したと考えられています日本の本州四国九州に生息していた日本狼オオカミは肩高5 0ンチから6 0ンチ東道町8 1ンチから1 1 1ンチほどの小型のオオカミで 古くは9000年前頃の遺骸が発見されています。学名はカニスルプスホドフィラクス。ホドフィラクスは道を守るものを意味し、テリトリーに入った人間を監視するためについてきたとされる日本狼の習性に由来します。化石記録からは後期更新生の日本には2万年前頃まで 世界最大級と推定される巨大なオオカミが生息していたことが判明しており、下顎の第1、第9子は最大で34.5ミリに達し、これまでに知られている全ての灰色オオカミの中でも最大級となっています。この日本の巨大なオオカミと日本オオカミとの進化的な関連性について、日本の巨大なオオカミは日本オオカミの直接の祖先であり、 当初化によって小型化したとする説と、日本オオカミとは起源が異なる別の亜種とする仮説が提唱され、長年論争となっていました。当初化とは、大陸から隔離された当初部で見られる進化の傾向に関する説で、天敵がいないことで小型動物が巨大化したり、食べ物の量に制限があることで大型動物が矮小化するとされています。 本年5月、日本狼の起源を解明したとする研究成果が発表されました。今回の研究では、日本の巨大な狼の化石と日本狼の意外から採取した資料の分析が行われ、その結果、化石は3万5 0年前頃のものであり、意外は5 0 0 0年前頃のものであることが明らかになりました。また、巨大な狼は、 日本狼よりも強い肉食性で大型草食獣を捕食していたことも推察されています。高新生の日本列島は寒冷で乾燥した大陸性気候を基調とし、2万年前頃までナウマンゾウ、ヤベオオツノジカ、ヘラジカ、バイソンなどの大型草食獣が生息していました。さらに化石など古い時代の生物に由来する標本に残された 微量の DNA 配列を解析する古代 DNA 解析が行われました。その結果、ミトコンドリア DNA の解析からは、日本の巨大な狼は、日本狼とは全く異なる系統であり、原生の狼系統よりも古くに分岐した。 大陸の更新性オオカミの一系統であることが示されこれまでシベリアやアラスカなどのアカンタイなどからしか報告のなかった更新性オオカミの系統が日本列島にまで到達していたことが初めて明らかになりました核ゲノム DNA の解析からは日本オオカミと日本の巨大なオオカミには遺伝的な関係がありさらに 原生の狼系統とも遺伝的な関係があることが確かめられました。ミトコンドリア DNA は細胞内小器官のミトコンドリアが独自に持つ DNA で系統解析及び分岐年代推定によく用いられ細胞核内に存在する核 DNA はミトコンドリア DNA に比べ遺伝情報が多くより詳細な考察の歴史を調べることができます。 同研究では、日本狼の進化的起源について、5万7千年前頃から3万5千年前頃の間に、大陸に生息していた、更新性狼系統の一つが、日本列島へ渡り、ユーラシア大陸とは異なる、日本の更新性狼系統が形成され、その後、3万7千年前頃から1万4千年前頃の間に、シベリアの更新性狼や、 原生狼の祖先系統と遺伝的交流を持つ狼が日本列島へ渡り少なくともこれら2つの系統が交雑することで複数の狼系統のゲノムを持つ日本狼が成立したと推定されています。今回の研究によってこれまで提唱されていた2つの仮説とは異なる 高神聖狼と日本狼の関係性が示され、日本狼が従来考えられていたよりも複雑な進化史を持っていたこと、またその成立には日本列島という特殊な地理的環境が大きく寄与したことが明らかになりました。日本狼は狂犬病や犬ジステンパー、猟銃の普及と駆除を目的とした狩猟などにより20世紀初頭には絶滅し、 北海道のエゾオ,オオカミも19世紀末には絶滅したとされています日本列島にまで到達していたことが明らかになった更新性オオカミの化石はアメリカのワイオミング州でも発見されており巨大な氷床の南側にも更新性オオカミ系統が到達していたことが判明しています2016年の研究では、 ベーリンジアに生息していた更新性狼はコルディエラ氷床とローレンタイド氷床の間に存在した無氷回廊が閉ざされる前に大型草食獣と共に南下したと推測されておりその時期は25,800年前頃まで遡る可能性があると推定されています無氷回廊はその後数千年にわたり氷床で閉ざされ12,600年前頃までは 動動物の移動ができなかったと考えられています大陸の高神性狼は最終表記が終わる1万年前頃獲物としていた大型草食獣と共に絶滅したとされ、高神性狼と入れ替わるように原生の狼集団がユーラシアと北アメリカへ拡散していきました。北アメリカに生息する狼の起源については、 論争が続いていますが、2021年に発表されたミトコンドリア DNA の解析に基づく新たな説では、北アメリカの氷床の南側に生息していた高神性狼が、原生のメキシコ狼や森林狼の主要な祖先であったと推測されています。